コロラド白神は、ヒノキカ白神族の信用樹である。北アメリカ西部に分布。山地の森林内及び岩石地に生育している。葉は、林片状で小型、緑色ないし灰色がかった青色をしており枝に密着している。英名は、ロッキーマウンテンジュニッパーだが、別に、コロラドレッドシーダー、リバージュニッパー、ロッキーマウンテンレッドシーダーなどとも呼ばれる。 糸杉ぎに似ているので、この種が多く自生しているアメリカワシントン州の一、東はサイプレス島と呼ばれている。公園樹や街路樹、庭木として植えられている場合が多い。高い干渉性を持つが根が荒いため移植性に劣る。寒さに強いが、即死が長く直上車上するため、雪による枝荒れを起こしやすいので枝を紐で縛るなど、積雪地域では冬囲いが必要になる。また、 肥料不足では発色や枯れ込みが起こるなど肥害管理に注意しなければならない。代表的な栽培品種として以下のものがある。栽培品種としてはスカイロケット、スカイロケットが最もよく知られている。ありがとうございます。